広島手芸雑貨店レッツェの向田です。本日もワンデーワンハンドメイド、略してワンハン、一日一つの手作りをご紹介していきます。本日はこちら、はい、イニシャルのパーツですね。こちら裏が、まあ、何もない無地なんですけど、こちらの裏をわざと生かして、作ってみたいと思います。ではどうぞ。ではやっていきたいと思います。まずですね、こちらのイニシャルのパーツですね、こちら裏が何もない状態になっております。はい、こちらの、裏面に、こちらのカボションをつけてみたいと思います。まず、こういう時どちらにボンドをつけたらいいかなと多分迷われると思うんですけども、このパーツをここにつけるので、まあ、はみ出さないためにこちらの方のカボションの方にボンドをつける方が、ボンドが、はみ出なくて綺麗に出来上がると思います。はい、そして、ここにペタッと、はい、貼ります。こちらのボンドはちょっと付け直しができますので、ちょっと違うなと思った位置をこうちょっとだけずらすこともまだできます。でこんな感じで、はい、カボションつきました。そうすると、裏面がひっくり返って見えた時でも全然おかしくない、はい、こちらも楽しめるという感じですね。でこれがまず一つ。そして、直径7ミリの丸カンを用意して切れ目を上にしていただきます。そして3時とくじを持ってギュッとひねって開けます。はい、こうですね、はい、そして、もうちょっと開こうか、もうちょっと開いて、でイニシャルのパーツをこちらに一つ入れます。こういう向きですね。今こっち側が表になってますね。そして、表と表がくっつくように両方がこう今裏と裏に裏裏になってて、ここが表になってます。こういう状態にして丸カンをピッと止めます。元に戻してピタッとくっつけます。そうすると、まあ、これこっち側にひっくり返したら、はい、表と今度は表と表がこう見えるように、はい、なります。こっちで、はい、表表なのでこの状態にすると裏と裏がくっついているので両方が表になります。はい、でこんな感じで、はい、できました。すると、まあ、このカニ缶付きの携帯ストラップのこう、はい、ストラップの金具をつけるともうこれだけで、はい、キーホルダーができました。で両方向いてもいいのでこうぐる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 動いてもどちらも見えるという感じですね。これは S と E なので佐藤恵美子さんでしょうかそして、今度はキーリングですね。こちらのキーリングのこの部分の丸カンをこういつものようにピッと開けます。そして先ほど作っておいたこちらのカボション付きのイニシャルチャームですね、これをこの中に入れてここをピッと閉じます。そうするとこんな感じでこっち側が見えてもいいしこっち側が見えてもいい、こう動いたりするものって裏と表結構気になりますね。こういう時でも便利に使える技になります。はい、こんな感じで2つとも出来上がりました。引っ掛けただけなんですけど、まあ、裏面もちょっと楽しんで使おうかなという発想の、ご紹介でした。はい、広島手芸雑貨店レッツェの向田でした。